リーズの寸ン,ンが活動を中断する。SM エンターテインメントは本日22日公式 SNS アカウントを通じて最近私生活が議論になった寸ン,ンについてグループとメンバーたちはもちろんファンの皆さんを失望と混乱を与えた点について心から申し訳なく考え反省していると伝えた。 SM は、寸藩は心的負担と責任を感じ、深い悩みの末にグループのために活動を中断するという意思を伝えてきたとし、本人の意見を尊重して活動を無期限に中断することに決めた。これにより、リーズは22日から、寸藩を除いた6人のメンバーで活動することになった、と明らかにした。続けて、ただし、 現在無断流出及びルフされている映像と写真はデビュー前の練習生時代の私的な時間に撮影されたもので出所が特定される映像を使って画面キャプチャーをするなど意図的な二次編集を通じて誤解を誘発するように何度も再生産されたものと指摘し相当量の証拠資料を収集して無断流出及びルフ者を特定し 本日午後、管轄警察署に告訴状を提出する計画だ、と伝えた。SM エンターテインメント公式コメント全文、こんにちは、SM エンターテインメントです。リーズメンバーの寸ン,ンに関連して申し上げます。スンハンは最近、SNS やオンラインコミュニティを通じて無断流出、及びルフされている本人の、 私生活関連の問題により、グループとメンバーたちはもちろん、ファンの皆さんに失望と混乱を与えた点について、心から申し訳なく考え、反省しています。これにより、スンハンは心的負担と責任を感じ、深い悩みの末にグループのために活動を中断するという意思を伝えてきました。 当社もこのような状況で活動を続けることは無理があると判断し、グループとメンバーにこれ以上ダメージを与えたくないという本人の意見を尊重して、活動を無期限に中断することにしました。そのため、リーズは本日22日から寸半を除く6人のメンバーで活動することになりました。突然の状況ですが、 アーティスト本人と慎重な議論を通じて決定された事案であるだけに、ファンの皆様のご理解をお願いいたします。もう一度ファンの皆様に深くお詫び申し上げます。ただし、現在無断流出及びルフされている映像と写真は、デビュー前の練習生時代、プライベートな時間に撮影されたもので、 出所が特定される映像を使って画面キャプチャーをするなど、意図的な二次編集を通じて誤解を誘発するように何度も再生産されたものです。また、当該映像と写真の無断流出及び拡散者は、存在しないメッセンジャーの会話と根拠のない虚偽事実を生成する悪意のある手法まで使用し、事実とは異なる、 捏造され歪曲した情報を広めて、アーティストに対する深刻な名誉毀損行為を続けています。当社は、上記の事実を認知して、直ちにモニタリングを行い、相当量の証拠資料を収集し、無断流出およびルフ者を特定し、本日午後、管轄警察署に告訴状を提出する計画です。また、 特定された人物については、不正流出及びルフによるアーティストの名誉毀損はもちろん、さらにサイバー犯罪、脅迫など各種違法行為に対する部分までの法的措置を追加検討中です。当社は、アーティストとグループのため、そしてグループを愛してくださるファンの皆様のための訴えだけでなく、 追加の投稿を通じてアーティストに関連する無分別な噂を生成、流布、拡大再生するなど、すべての二次的な加害行為について、いかなる合意や前書なしに強行に対応する予定です。今後も当社は所属アーティスト保護のために最善を尽くします。ありがとうございます。